継承者に会いに行こうぜ。メンテナンス頼めるか。こりゃまた使い込んできたね。了解、任せといて。何かあったの？なぜだ？みんないい顔してるじゃん、ミアなんて特にさ。ああまあな。女、どうしてここに？お願い、ジャックを、ジャックを助けて。暴走しかけてる。奥に運ぼう、まずは治療が先だ。気分はどうだ？ごめんなさい、急に押しかけてしまって。一体何があったの？大聖堂の地下に地下洞窟があるのは知ってる。そこで何者かに襲われて、ジャックがおとりになって私を。大丈夫？襲われたって？そんなところで何をしてたんだ？私たちの目的は継承者と侵害の維持。継承者の暴走は今に始まったことじゃない。誰かが継承者を監視し、暴走の兆候があればいち早くそれを止める必要があった。継承者はいわば侵害を抑え込む器。壊れた器は取り替えるしかない。だからハンターをしていたのはそのためか。あらゆる可能性を模索したけど他に方法はなかったの。この使命を果たすためには。でもそれで許されることではないのも分かってる。私が消える時までこの罪と共に。だから私は胸に刻む。自らの思いのために侵害を守ってくれた彼ら、彼らの願い。そんな簡単に見つかるものなのか、代わりの器というのは。そのために私たちのような監視を任務とする継承者がいるの。お前たちも継承者だったのか？ジャックの力で暴走の兆候を見張り、次の継承者が見つかるまでは私が仮初めの器となる。私の歌には暴走を一時的に抑える力があるから。仮初めの器。あれはそういうことだったのか。地下洞窟にいたのも、その先の棺に眠る継承者の状態を確認しに行くためだった。こんなこと頼めた義理じゃないのは分かってる。
でも お前はここで休んでいろ。ジャックは必ず助け出す。最後に一つだけ教えてくれ。その先に眠る継承者の正体をお前は知っているのか。あなたたちも名前くらいは聞いたことがあるかもしれない。レブナントの研究に携わり、クイーン計画に深く関わった男、重曹ミド。ミドだと知ってるの？男だ。この間は心外の器が見つ、本当は2個で。ありがとう。今以上。今日は保護シェルターの支給品の中であなたたちが使えそうなもの、もしよければ採血類、そのあなたたち採血類、その方あなたたちには。いや、気を…みん…お…で、また…ば…あ、ブラ…ね、ブ…これは…あ、また…でも、さい…体…武器を鍛えたい、こんなご時世だからさ。レブナントにとって吸血ガス、敵の牽制や…レブナントであれば温泉って知ってる？例の方…私もたまに利用す場所…あ、そうだ、ブラッドコードは全てのレブナントに備わる。でも聞いたところによると、あなたは複数のブラッドコードはそれぞれ得意な連結が。これは戦…ああ、ごめん、つい力が入ってしまった。どの武器を強化したい？外に…かつその俺がクイーン。何？すみません、少しだけいいでしょうか。あなたにお伝えしたいことがあるのです。レダという女性をご存知ですか？私にとてもよく似た人がいたと聞きました。いつの間にか姿を消し、代わりに一つの血液が残されていたそうです。何か意味があるのではないかと、ルイが私に持ってきてくれました。彼女が何者なのかは分かりません。だからこそ知りたいのです。この血液に刻まれた記憶をお願いできますか？継承者様。誰？私はレダ。あなたを支え、あなたに寄り添う心外の伴侶。そう。でもごめんなさい。中に入れるわけにはいかないの。問題はありません。
ちらでおそばにいます。それなら私の話し相手になってもらえる。この女ハンターなのか。どうしてこんなところに。レード、どこに行っていたの。ご安心、侵入者は排除しました。灰となれば復活することもありません。そんな、追い返すだけでも十分じゃない。何もそこまで。確実な排除が私の使命。継承者様、危険が及ぶ前に六害の継承者として命じます。今すぐハンターをやめるのよ。いいえ、私は私のやるべきことをやるのです。レイダー、侵入者を排除してきました。継承者様、どうやら私はもう私ではいられなくなるのだった。今までありがとうと。レダー、心残りがあるとすればあなたを一人残していくことと。けなげだ、とてもかわいそうなあなた。言っている意味がわかりません。私はやるべきことをやっています。継承者様のためにやるべきこと。侵害の伴侶、継承者に寄り添い見届けるもの。私があなたに寄り添うものであるように、彼女もまた同じ使命を持つ存在だったのですね。あの方は聖域の守護者。レダは間違いなくやるべきことを成し遂げました。成し遂げたというのに何なのでしょうか、この気持ちは。どこか虚しくも思えるのです。使命にのみ生き続けたレダのこと。私は知りたいです。私たちがなすべきことが本当に正しいことなのか、何をなすために生まれてきたのか。あなたと行動を共にすれば、今回のようにその手がかりが見つかるかもしれません。私のお願いはやるべきことではないのかもしれません。それでも私は、私を同行させていただけませんか。本当ですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。ジャックたちハンターが行っていたのは暴走間近の継承者。確かに継承者の暴走を防ぐことが可能であるし、だがアウロラやニコラはお前のやり方こそ戦いもか。ここ最近ロスト、今確認できている真相はレブナ確かに
ロス。武器のご外。ハンターを襲った敵、油断できねえな。この先に二道の闇が潜んでいるのか。こいつが壊れてたらとゾッとする。
扉が開いているな。敵だ、近いぞ。いつでもどうぞ。知ってた、助けてくれ。使えるもんはいただいとかないとな。エヴァ、聞こえるか？チッ、正気が濃すぎて通じないか。安心しろ、別に争いに来たわけじゃない。助けに来たんだよ、あんたの連れに頼まれてな。エヴァが？そうか、無事に逃げ延びたか。言いたいことはいろいろあるけど、一つだけ。ニコラのこと気にかけてくれてありがとう。礼を言われる筋合いはない。何者なの、あなたたちを襲ったのは。本来ならばありえないことが起きた。封印したはずの継承者が棺の外に出ることなど。継承者だと？まさか御堂に襲われたっていうのか？エヴァから聞いたのか？なら話は早い。奴の体から侵害の反応が一切感じられなかった。だが棺は間違いなく今もなお維持されている。まんまと騙されていったというわけだ。待て、どこ行く？エヴァの体内に保管していた複数の侵害が御堂に奪われた。あの男を野放しにするわけにはいかない。俺たちも行こう。嫌な予感がする。目ざといじゃないか。おっと、行き止まりか。備えあれば。いつでもどうぞ。ロストだ、上にいるな。足場にはどうやって行くんだ。落ちるなよ。あそこに何か。
お、使えそうか。待ってろ、今行く。お、なんだ。あんまり先走るなよ。水面を見てると吸い込まれそうだ。ここが私の住処だよ。一旦引くのもありだからな。今は私しかいないの。安心して背中を預けられる。備えあれば。どうだ。久しぶりだね、カーミラ。しばらく見なかったから、ロストにも落ちたのかと思ったのよ。洞窟の中にこんな大空間が。ここも敵だらけだ。使えるもんはいただいておかないと。そろそろ出てきた。ロストは飛び出てくるかもな。場所を変えた方がいいぞ。一旦引くのもありだからな。先行くか。ここで戦うのはうまくねえぞ。いつでもどうぞ。水浸しだが、一息入れるか。
敵を引き寄せるのも戦法の一つだぞ。ここで戦うのはうまくねえぞ。週末のトゲに侵食されてやがる。そいつは掘り出し物だ。こんなに広い空間だったんだな。あちこちトゲだらけだ。大丈夫なのか。家族を探して当てどもなく何日も何日も。再生できねえぞ。用心しろよ。ほら、海に追い込まれたよ。
滴ずつ片付けるぞ。綺麗な水面だが、見とれて落ちるなよ。ここのロストは潜んでやがるな。物陰に気をつけな。備えあればってな。私の姿を。
まさか、さっきのロストの。この人が君たちを引き取ってくれることになった御堂さんだ。あの人なんか苦手かも。顔が笑ってないっていうか。これが全ての始まりだったんだ。ここには入るなと言っておいたはずだが。なんだよこれ。あいつに何をしたんだよ。何も心配することはない。ちょっとした好奇心さ。君たちはより高次の存在に生まれ変わるんだ。あの男は笑っていたんだ。まるでおもちゃで遊ぶ子供のように。おはよう。気分はどうかな。私の子供たち、喜んでくれ。私たちの研究は新たなフェーズに突入する。さあ祝おう。再会のこの日を称えよう。好奇心の力を。君たちはさらなる進化の階段を上るんだ。表向きは高名な科学者だった。だが裏では俺たち個人の実験台に改良しては奴隷兵士として売りさばいていた。ひどい。奴はいつも言っていた。人類は未来への橋に過ぎねえと。好奇心は人類を進化に導く賢者の意志だと。奴の実験は続いていたんだ。ここで俺の仲間たちを犠牲にして。ミド、あいつだけは絶対に。